石田お鍋でお届けします。皆さん今日は花は台の物公演ありがとうございました。今日はね、無料で配信もありまして、会場で見てくれた皆さんも、配信をね見てくださった皆さんもありがとうございました。楽しかったん。めっちゃ楽しかったです。そう、そしてね、11枚目シングルの発売が決定しました。イエーイ。皆様いつも応援をありがとうございます。大感謝、いつもみんなありがとうございます。まだね、全然情報が解禁されてないんですけど、1月15日発売となっておりますので、皆さん乞うご期待、乞うご期待です。お願いします。ワクワク超楽しみ。その一いつもと違う髪型に気づくこと、その2 今日寒いよ、寒いよ。さっきお味噌汁と唐揚げくんを買って食べました。それもあるんかな、血糖値が上がって。でも昨日ね、久々に寝落ちしちゃって、寝落ちすることはちょこちょこあるんですけど、コンタクトつけてもうメイクも落とさず寝落ちしちゃって、もうやっちまったってなりました。そう、最近眠いんですよ。最近いつも眠いんですけど、最近特に眠い。目痛くならない。目痛くなりました。みんなお気をつけて。下まつげ超長いね。そうなの、なんかさ、まつげく上だけしとったよね。でまつげがなくなって、じゃあ今まつ育中なんですよ。まつげをもうなべらなべらと思って、まつげ美容液を2つ使っとんやけど、でもさ、下はさ、まつ育しとらんかったけ、普通に今までと同じ長さがあって、それプラスそのまつげ美容液を塗っとるけ、下まつげがねめっちゃ伸びたんですよ。イエイ、嬉しい。上のまつげもね、あのまつエクする前ぐらいの長さに徐々に戻ってきていい感じなんです。私はあれ使ってます。根元生え際だけエマーキットだっけ、エマーキット
みたいなの塗って、まつげ全体にヒロインメイクのまつげ美容液を塗ってます。そう、この2個使いが伸びを感じましたね。伸びてきたって。なんか松江くんもめっちゃ楽だったけど、やっぱ私は自分でまつげやるのが一番しっくりくるなと思いました。週末のチャーハン楽しみ、めっちゃ楽しみ。今日もさ、お見送りで週末行くよみたいな言ってくださる方多くて嬉しかった。テロップにしよう。東京地方公なってます。縦にしとったらテロップめっちゃ打ちやすい。11月90、もうあさって、しあさって、わお、ドキドキ、めちゃくちゃ楽しみです。この後もこのホテルのさ、鏡の前の狭い空間でちょっと練習しようと思ってる。楽しみ、楽しみすぎる。この今回の遠征はショーケースライブと花だれと福フェスのソロと地方コンといろんなね、ライブが重な、いろんなライブがある遠征だったんですけど、その最終日にさ、一番大物が残った時にさ、地方コンもさ一人で女子2時間ぐらい受験、もうずっとね、ドキドキしてた。この遠征中はヒーって感じ。もう超楽しみ、もう楽しみすぎる。めちゃんこ楽しみでございます。そう、頑張ってね、頑張る。みんなおいで。楽しみ。楽しみすぎる。そうだよ、アクスタをぜひともゲットしてほしいです。90からね、新しいグッズが出るんやけど、アクスタとあとは韓国のプリクラみたいな感じの可愛いステッカーをデザインしました。あとはチョコンのキーホルダーの、毎回色変えたくて、その色違い、他は先月と同じグッズなんですけど、全部超激カワおすすめグッズなので。でもやっぱ一番のおすすめはアクスタかな。アクスタさ、地方コンの
ピンクの衣装とアンコール衣装で作れたのもめっちゃ嬉しいし、でもサステナブル の, あの衣装で作れたのがもう本当に本当に嬉しい、マジで嬉しい。まさかあの着れるとも、また着れると思ってなかった。もし着れるとしても、そうなんかユミリンがさ卒業の時に衣装を、自分が選抜だった衣装を借りてた感じで、そういう記念すべき時、まあ地方校も記念すべき時なんだけど、本当に卒業とかの時にラスト着れるかなぐらいに思ってたら、まさかの地方コンで着れたのがもう本当に嬉しかったし、さらにグッズになるのがもう超嬉しい、もう本当に嬉しいです。いろいろね叶えてくださったスタッフさんにはもう本当に地方コンに携わってくださったスタッフさんすごいたくさんねえ、あの考えてたくさん行動してくださって、もう本当に感謝しかない本当に大感謝です。本当になので皆さんぜひ11月90あさってしあさっては池袋で会いましょう。その一日と違うか、今日寒い、さっきコンビニ行ったらもう寒すぎて凍えた。この T シャツの上にジャケットみたいな着て行ったんやけど、めちゃくちゃ寒かった。やけ味噌汁買った。え、もう冬だね。私さ結構あの着れてない夏服がいっぱいあってそうだから秋冬よりもまだ夏服でさえもう着れてないのがあるのに、秋服でもなんかさ秋服は冬でも、冬は上着着たらなんとかなるかえ、まだあれなんですけど、うん、いただき物、そうなんかプレゼントとかでさちょっと遅めとかにいただいたりすると、あ、これめちゃくちゃ可愛いのにもう半袖着れないぜみたいなそうだから早く冬を通り越して夏、わ最高、すごいいっぱい来た。春夏が来てほしいな。私秋服とか冬服もめっちゃ可愛いなって思うんですけど、荷物がさ遠征の荷物が
めっちゃかさばるけんさ、秋冬はねえ大変だなってねいつも思う。でも今回の遠征はもうほぼほぼレッスン着じゃけ、プラス T シャツいっぱい持ってきて、あとパーカーとかさ上着とかでなんとかなるけん割といいんですけど、じゃしまだそこまでさ本格的な冬じゃないけさ、今年秋やりましたか？今年秋なかったよ今年はなんと秋はなかった。明日はゆっくりですか？明日はゆっくりじゃないよ。明日ゆっくりじゃないのですよ。ありがたいですね。前髪もうちょっと伸びてこんぐらいセットしてこんぐらいの長さになってほしいな。今もねそこわかんかったら割とこんぐらいなんですけど、でもセットしたらこんぐらい、こんぐらいにしたい。この超絶妙なさ数ミリ数セン1センチぐらいの差じゃけどさ、これとこれだったらさちょっとこっちの方がお姉さんっぽくない？お姉さんというかなんか目が大きく見えない？前髪って本当に数ミリの差でめっちゃ変わるなと思う。嬉しい、まつげ伸びて。味噌汁の具は何が好き？なんだろう、味噌汁めっちゃ好きだよ。大根好き。あとなんだろうね、なんだろう、キノコ系も好き。この前ね行ったお寿司屋さんでアサリのお味噌汁じゃなくってホタテのお味噌汁があったんですよ。初めて食べて、ホタテの貝殻付きで、大きい貝殻が何個かゴロッと入っとってめっちゃ美味しかったんですよ。そう、あの東京のさ写真集、秋葉原のさ写真集イベントの後お寿司食べたみたいなのしてたじゃないですか。あそこでホタテのお味噌汁があってめっちゃ美味しかったです。初めて出会ったホタテのお味噌汁は
納豆のお味噌汁も美味しいよ。食べたことない。でもなんか美味しそう、納豆のお味噌汁。なめこのお味噌汁みたいな感じになるんかな。ちょっと粘りみたいな。ね、ホタテめっちゃ好き。めっちゃうまいよ納豆の味噌汁。インスタントで売ってる。そうなの？食べたことない。食べたい。あ、でもあれに入れてたわ、あれよ、蒙古タンメンのカップ麺に納豆入れよったわ。最近食べてないな蒙古タンメン。それもめっちゃ美味しかった。めっちゃお腹いっぱいになった。おお、枕に腰かけるみたいな、首かけるとめっちゃ楽や。今日は愛子さんのグッズの T シャツを着てる。愛子さんのグッズって全部かわいい。終わってすぐ寝れそうなテンション。いや本当に寝落ちしないようにしなきゃいけない。寝落ちしそうすぎる。え、田辺先生地方公演来てくれるんですか？嬉しい。やった。お待ちしてます。チョコンテスティのスケジュールには出さないんで。ねえ、そうなんですよ。なんか事務所のお仕事のやつはね、だいたい入ってなくて、でもやるので皆さんスケジュール開けといてください。90楽しみ楽しみ。2日間若干違いますよ。消えた10位で味方何しよっかな。地方婚の地方婚のさ、ピンクの衣装の髪飾りがポニーテールとかさ、ハーフアップとか一つ系に特化した髪飾りで、おろし系とかにでさつけても絶対可愛いんやけど、一つ系のに大きいリボンなんよね、あの飾りが。じゃあ一つ系がねめっちゃ映えるんですよね。
悩ましい。でも最近やっぱポニーテールがめっちゃ踊りやすすぎて、ポニーテール普通に好きやし、めっちゃもうさ髪を何も気にせずさ頭振り回せるけさ最高ってなって、最近よくポニーテールしてる。ポニーテールチャ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 、22歳です。じゃあそろそろランキングのお礼をしたいと思います。20位ポルダーグリさん、19位ナルディンさん、18位ジャンケンさん、17位のりふみさん、16位バンブーホースさん、15位さくらパンダさん、14位つっくんさん、13位ケーセティンさん、12位おいでます元気さん、11位ミックさん、10位宮川和之さん、9位たかひろくんさん、8位癒し系さん、7位もや太郎さん、ラッキーセブン。6位グリアティーナさん、5位テリーピーさん、4位テツトさん、読み方あってる、テツトさん、3位ストラトバーグ美味しかったハルジーコさん、スイスイうまいよね。2位ユウスケさん、ツーツー。そしてそして第1位はピュンピュン、ヨイチさん、イエーイ、ありがとうございます。感謝のキャミです、イエーイ、ありがとう。それではスクショタイムをしようと思います。ポニーテール、チキン、あ、このライト、え、この角度で配信すればよかった。目に光が入って、よい、ガオ、ということで皆さんありがとうございました。バイバーイ、おやすみなさい、またね、バイバーイ、おやすみー。